はい、速稼塾の久保でございます。今日はですね、昨日の報道されたチュートリアルの誰かさん、よくわかんない、あ、徳井さんか、徳井さん、私芸能人のこと全くわかりませんけども、まあ税金、いわゆる脱税のことについてちょっとお話しようかなと思います。昨日はですね、まあ2つ問題があったと思います。1つはですね、無申告が3年間だったということです。その前はずっと申告したんですけども、無申告を3年やっちゃうとさすがにこれはうっかりとかだらしないではなくて故意っていう風な判断されましたね。要するに税金を納めなくちゃいけないとかね、申告しなくちゃいけないっていうのは分かってるわけなんですよ。それを後回しに故意にしてるわけなんですよ。だから故意なんですよね。うっかりっていうのは、その会社を設立しました、税理士さんつけてませんでした、あ、確定申告全くやったことなくて気がつきませんでしたみたいなのね、やっぱり20代の前半とかでたまにあるんではないかなと思うんですけども、さすがにですね、しっかりと会社に入ってっていうか、会社を設立した時点で税金をね、申告しないといけない、決算をしなくちゃいけないっていうのは、まあ、セットですから、これをうっかりでは通らないかなと思いますんで、かなりね、悪質な事案ではないかなと思います。ですから3年間無申告っていうのはこれは完全に言い訳できません、できませんね、ちょっとダメですね。でもう一つの方は2000万円の私的経費を、これは会社の経費にしていたってことなんですよ。要するに2000万円っていうのを本来はね、個人的に使ったものなのに、まあ税理士さんに無理やりお願いしたのか、それとも自分でやったのか分かんないですけども、これをね、経費扱いにすることが、まあ、否認されたってことなんですよね。おそらくアクセサリーとか服っていうものなんで、これは通常経費にならないようなものを上げていたっていう可能性が強いです。例えばね、私がステージ衣装を買いますよね。でもそれ普段使えないわけですよ。ってことはこれ完全に経費です。男はつらいよの、まあ、衣装も買いましたけども、あれも普段使えないんでステージ衣装ということなんで経費になります。でもスーツとかね、ジーンズとか T シャツとかっていうのはプライベートでも使えますよねってことになると、これは会社の営業のために使ったと言えないんで、まあ経費にならないことが多いですっていうのも経費になりません。でこの辺はね、国税がどう考えるかっていうこともあるんで、経営者が完全に経費ですよってことで、会社の売り上げに貢献するため以外には全く使ったことなくても否認されることがあるんで、ここはね、ちょっと税務署の方に勘弁してほしいなっていうところがあります。以前、与沢翼さんって方が、まあ、ロールスロイスとかね、フェラーリとかっていうのを、もう完全にテレビでもどんどん使っていたり、お客さん乗せていたりにもかかわらず、経費に認められなかったみたいなことがあって、ね、国税に指摘されたということがきっかけとしてありましたけども、これとかはね、本当に、いや、誰から見ても与沢さんっていうのは、その、車を使って人を集めて、っていうところがありますんで、テレビの取材も車に対して取材を受けてるわけですから、これ完全にですね、集客のため、販売のための広告宣伝費になるんではないかなと思うんですけども、ああいうのでもダメになるんですよね。プライベートのものでしょって言われちゃうわけなんですよ。うん、でもだいたい経営者って24時間仕事のために生きてるわけですよね。売り上げのために生きてるんですよ。特に YouTube をやってると、この YouTuber っていうのやってるとね、例えば私後ろにいろんなものあるじゃないですか。これがすでに広告宣伝なんですよって言い方もできるはずなんですけども、いや、ダメですって言われたらダメなんですよね。うん、だからチュートリアルの、徳井さんの、なんかね、なんか擁護をするわけじゃないんですけども、まあ、この辺はね、後から追徴課税とか重加算税とかっていうのはちょっとひどいんじゃないかなと思いますよね。だから経営者が経費として認識しているんだったら、これはね、経費として認識できませんよって言われても、それは、まあ、今から納税すればペナルティなしっていうのでいいんじゃないかなと思うんですよ。特にこういうふうなね、国税に挙げられる人って、青汁王子さんもそうですけども、高額納税者であることが多いんですよね。高額納税者に対してもうね、再起不能になるまで叩き潰すみたいなことをしたりとか、さらにね、ぼったくるみたいなことをしちゃうと高額納税する人が減っちゃうわけですよね。うん、でチュートリアルの鈴木さんにしても、このチューリップっていう法人を立てて、その法人から給料をもらうって契約してたと思いますけども、じゃあ法人から得意さんへの払う給料をね、毎月5万とか10万にしちゃうと、この個人での税収っていうのはもうね、なくなっちゃうわけですよ、ほとんどね。で安い法人税の方でちょろ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 払うようにすると、結局税収が伸び悩んでね、全体的なダメージになると思うんですけどね。うん、私もね、だから法人っていうのメリットむちゃくちゃ感じるんですよ。だから法人作った方がいいなと思いますし、まあ、私のね、話すように法人作る人もいると思いますけども、個人でやってるとね、この経費っていうのは基本的に何も認められないんですよ。うん、だから私はちょっと個人でお金に関することを活動するのだったらすごく損だなと思うんですけどね。
まあ、これはちょっと話ずれますけども、チュートリアル その徳井さんの話に戻りますと、徳井さんはねこれ故意に脱税をしてますんで厳罰にさせられるべきで、私の感覚としてはあの青汁王子さんよりもこれは悪質だと思います。故意にやってないわけですからね。で青汁王子さんの場合はあの広告経費があのちゃんとやってても認められないみたいな、ね、主張がありますけどもね、そういうところはあるかなと思いますよね。でいろいろ込みでなんですけども、財務局長のね、関東財務局長のその佐川さんとかね、あの人は国会で文書改ざんとかね、あと、まあ、偽の証言を繰り返していて罪にならないと。で税金で暮らしてらっしゃる方の一番税金を集めてる方が嘘800でも全く問題ないと。でも真面目に税金を納めてる方がこうなっちゃうとかね、まあ、徳井さんの場合はちょっと真面目に納めてないんでこれはダメだろうと思いますけどね。さあこれからどうなるのかなということでございます。まあね、確定申告なり決算なり細かいとこ見ていったら誰でもこういうところあります。はっきり言って真面目にやってても税金の解釈ってみんな違うんですよ。で税金の解釈これおかしいんじゃないのって言ったら最高裁まで持っていくことになっちゃうんですごい時間かかるんですよね。で未だに税金のことっていうのはよくわからないんですよ。でわざわざよくわからないようにしてるってところもあります。で、民間人で、例えばね、税理士さんとかで、むちゃくちゃ詳しい人がいても、でも、国税がこうだよって言われたら、従うしかないような状態になってるんですよ。だから国税の言う通りに我々は、お金を払うしかないし、お金を管理されてるということでございます。もうこうなったらね、お金を使わない物々交換が最もいいんじゃないかと思いますけどね。さあ、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは、失礼します。